カラチシティ駅はパキスタンイスラム共和国新ド州カラチ市にある国内初及び最古の駅である。以前はマクラウド駅であった。カラチ市内では当駅は一般的にシティ駅またはシティ鉄道駅と呼ばれている。当駅はカラチ市内にあるアイアイチャンドリガーロードのハビブ銀行広場の近くに一致している。当駅は パキスタン鉄道カラチ支部の本社となっている。用地不足の問題により、旅客列車及び輸送の大部分は、当駅からカラチカント駅へと移管されている。1855年頃に、カラチワン・コルチワン間の鉄道路線を政府が、付設する必要があると、震度のコミッショナーであったバートル・フレールが示唆した。何回かの調査後、最終的に、鉄道路線の付設が、 カラチ港から開始された。その後、カラチ小鳥間の公共輸送は1864年5月3日にマクラウド駅から開始された。カラシティ駅には基本的な施設がすべてある。ここには車両を駐車するための駐車場がある。当駅には列車の座席のための現在及び事前予約事務所がある。飲食屋台及び本屋を一番線プラットホームで見ることができる。 貨物及び小包みサービスも、また、ここで利用できる。ありがとうございます。